シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。今日からけば26の枠に鉱物買っていくってやつだぜ。というわけで今回は鉱物買って26の枠やっていくぜ。一応さっき検証してみたんだけど、いや1体はすげえ強い。だけど2体編成がめちゃくちゃ難しい気がしたんだよな、これ。まだそんなにやってないから、俺の気のせいかもしれんけども、やっぱそもそも反射タイプっていうのが難しいのかもしれない。激種変換パネルあるからいっかと思ってたら、一回激種変換パネル踏まなくちゃならないという工程が増えることによって、まあ、ピンチを生みやすい。まあ、そもそもこの極って余裕が全然ない。だからそういうことなんだろうな。で、2体使ってうまくやる場合は、SS を使う。SS の、まあ、使いどころが重要。そこなんだよな。いや、俺結構いい感じに見せようと思って残してたから、ピンチ生んだのかもしんないけど、まあ、今回はなるべく使っていこうかなと。だから SS 貯めてんのよ。せっかく当てたから、2体編成したいじゃねえか。SS もいっぱい見せたいし。だからまあ頑張っていくんだけど、弱点を左下に移動させる。まあだからそう考えてみると、アムリタって、結構バランス取れててすごいわ。これで倒していくと。いや、まあまあ、一応今 SS 溜め兼ねてるから、ちょっとここをぐだってるけど、それは申し訳ねえ。まあ、倒せたらラッキー程度に撃っていくんだけど、これ、いけるか。はい、オッケーオッケー。いいよいいよいいよ。で、いい感じに雑魚処理できたら最後、上に、反射タイプ活かしてハマってぶっ飛ばすという感じなんだけど、おお、先に倒してしまった。オッケー。で、さっきまでは、みんな左に配置して突破してたのよ。だけど、もういらんわ。この前の戦いで、すげえ普通に左行くだけで倒せたから、中ボス、それで行く。え、これなんだよな、倒せるか倒せるか、これ、全部。むずいな、これ。よし、オッケー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 。で、こんな感じのやつを求められんのよ。反射タイプだったら。今、行けたからいいけど、普通に俺これ見せると思うからさっきのレベルだったら。いけたけど。で、アムリタで入っていきますか。はい、オッケー。で、次。これあの位置だったら普通に入るだけで結構ダメージ出せんのよ。友情コンボも強いし。よっしゃ、クリティカルが。出て、いまいちわからん結果になったけど、まあ、こんな感じで、ある程度削れるから、まあ、さすが、非属性キラー、連撃キラー。これ、盾関したら結構出るんじゃない？おー、パワーフィールドあったらもっと伸びた。え、今、ギリ入ってなかったな。なかなか、いいんじゃない？これ。で、これで倒す。で、次、同じように、4P でまた、削っていくと。オッケー、いいね。オッケー、オッケー。で、ここがむずい。SS を、1個、ピンチになったら俺使うわ。いや、マジで。ここ、反射タイプ2体は、きついわ。左の雑魚が結構倒しづらいんだけど、まあ、この降雨、友情コンボ結構ダメージ入る。二人とも超砲撃にしてるから、まあ、見といて。おろ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 、今の一瞬であんだけ削るんだぜ。結構やるよ。で、降雨の SS を残すためにアムリタ使っときますか。ちょっとアムリタ、強く見えるかもしんないけど、今回はちょっと申し訳ねえ。まあ、こう、どんな感じかっていうのを見てもらうためにやってるといったイメージ。あ、無理だ。すぐ溜まるもんな、SS。さあ、次、友情コンボの威力、見といて。このパワー！ほら、まあ、殴りが結構あるかもしんないけど、しっかりと削れんのよ。これはほんと優秀。
次のステージに備えて2P 突破したい、貫通スタートにしたい。で、今回これ見てもらうとワクワクいっぱいついてるように見えるだろう。いや、そんなことないのよ。これやってしまってんだよな。この限定たちって出た時やっぱ嬉しいから、みんな同族過激3種つけがち。だから今回スズラン関係ないんだけど、4P のフレンドの人も嬉しかったんか、全員同族過激3種だから、それだけしか上がってないから、そこは了承してくれよな。ちょっとわけわからんけど、一回上行って帰ってきて、上も行けるか、なあ、仕方ない仕方ない。で、ここも余裕がない。ミスると結構やばい。跳ねて右、まあ上倒すよな。それでハマってくれたらラッキー。まあさすがに無理で、これ蘇生されるのよ。これが本当に鬱陶しい。うわ、大丈夫かこれ。使おう、この時のための SS。行ってこい。いや、まあこういうところはほんと便利だわ、ほんと便利で。こいつはラスゲで撃つために、あのためとこと、どうしたアムリタ、めちゃくちゃアムリタが暴れてたんだけど、頼むよアムリタさん。よし、これは雑魚処理いけたな、これはいけた。行ってこい。オッケーオッケー、これはいい。で、あとは下にはまってシュリンガーラの股間をブーブーってやればオッケー。あー、で、そっか、 4P の場所がやっぱはまっていくからここになるのね。適当に削りますか。まあだって 2P で入ればいいんだろう、下に。いや待って、割と削る。え、そんなに削んのこれ。おい待って、乗ってる、これいけるんじゃね。お、よし、オッケー。あぶねあぶねあぶね、今打つ瞬間ちょっとずれなかった。もうハラハラさせんなよ、なんであんなずれる、結構大幅に。おいおいおい、これやばいんじゃない、これやばいんじゃない。行ってこい。はい、ブリ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 、オッケー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 。なんか上どうした、アムリタさんどうした。日頃おとなしいのにすごい凶暴化しない、しかもシュリンガーラこなんか漏らしてる。で、ここなんだよな、ここは 4P の SS で大暴れして突破したい。一体は倒したいんだけど、暴れた方がいいかこれ。うわ、倒しといた方がよかった、右。うわー、これは上倒せないな。弱点次左下、上右か、下倒すか、 2体倒す道に進もう。そうしよう。オッケー、そんじゃ頼むわ、こう。剣は開いてんだけど、いや入れ番しそう、これどうやっても入れ番しそう。雑魚に跳ねるのが一番いいか。行ってこい。どーらら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 、いいぞいいぞ、みんなで協力して頼むよ。なんか右上ずっと見てるだけ。おい動け、右、ちょっ、なな、今当たったよな今。は、うわ、一体だけずっと見てる人いたわ。オッケー、
いや待ってくれ、あいつなんで見て、ちょっと、え、最後しかも触れなかったあれ。なんか友情コンボ先に出たパターンかなあれ。ダメージは大丈夫ね。オッケー。ちょで、アムリタで一発殴って、多分これミリだな、ミリ残るけど次で大丈夫。待って、ミリじゃない、しかもアムリタってそんな遅かったっけ。ええ、いや、いける、さすがに縦貫すればいける。おい、なんでピンチになってんの。さっき右上でずっとこっち見てるやついたからだろこれ。おいおい、そんな結構順調だったよここ。おい、でまあラスゲーまで来れたわ。ここ弱点結構複雑だったよな。とりあえずこいつの SS は真ん中の覚醒後の真ん中のほら魔導士倒すために取っておきたいから、アムニタで雑魚処理完璧にできたらいいかなといった感じで打っていくぜ。ここの弱点の移動ってマジ初見殺しじゃない？え、なんか法則これ見抜ける？初見で。で、これって、次、右下だよな、確か。ほら。で、次、右上。いや、なんでここだけ時計回りじゃないの、これ。おかしいだろ。マジで。これはおかしいって。で、ここ、アムリタさんで、上殴る、SS で。で、次、左下の、雑魚、で、上、ってなるわけ。で、まず、この上を倒していく。で、これ、次の 4P で、これが反射のいいところ。一回激怒変換パネル踏まなくても、直でハマることによって、まあ、倒すことができる。これは嬉しい。OK。で、スズランで SS ぶちかまして、あの、団子三兄弟で真ん中の聖騎士、魔導士を串刺しにすると。この魔導士が即死球を一打目で打ってくるという、なんかわけわからん、ここで急に厳しめのことをやってくるっていう感じになってるから、気をつけて。左にうっすら行けば、まあ、絶対倒せるんだけど、なんか怖いから、右これ利用する？これ。なんかちょうど向こうに金ハマるし、取っておきますか。えっと、怖い！はい、OK！おいおいおい、めちゃくちゃいいとこにいるじゃねえか。行ってこい、このパワー。オッケー、なにあの左上めちゃくちゃ気まずくない？おいなんなのあの人、なんて言うんだろう、あれなんか子供のエリアのとこで遊んでる人みたいな、さっきそれを見る親みたいなあの子がお母さん、ブラ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 って遊んでるとこ見てるみたいな。ちょっと、それはいい。この魔導士は即死球ではないな。一回、右に行って貫通タイプになって、真ん中、切っていきますか。なんか、全然もう、すぐにとどめさせれるような雰囲気あるけど、ちょっと冷静に行くわ。で、最後は、スズランで、横勘で、倒していく。いや、これ絶対に難しい。すんなりいったけど、勝ったけど、これ絶対難しいやつじゃない？本当に。一体かな、やっぱり。ちょっとアムリタ使って申し訳ないんだけど、これ一体だわ。といった感じだぜ。オッケー、そんじゃ、次は勝てません。あべよ。というわけで、まあ、全体的な感想を言うんだけど、ほんと結論言うと、ここめちゃくちゃ苦手な人は、アムリタ狙った方がいいと思う。まあ、これ、降雨めちゃくちゃ強い。まあ、一体編成
で考えていくんだけど、まあ、2体編成も全然いいんだけど、ちょっと俺ちょっと難しく感じたから、1体編成やった時はすげえ強かった。だけど、その、まあ、反射でにハマるのが苦手な人はすごくいい。けど、その分難しくなる部分があった。だから、その、キャラがあんまりいません。でも、ある程度実力がありますって人にとっては、候補が全然いいんだけど、もう全然ダメですって人にとっては、アムリタの方が絶対にいいわ、これは。だから、実力がある人は、候補をうまく使って、めちゃくちゃ楽にできる可能性があるんだけど、ちょっと苦手な人は、アムリタを無難に狙った方がいいのかなと、俺は思ったぜ。まあ、3体4体試してないからわからんけども、まあ、そういった感想かな。オッケー。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。焼き印がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。焼き入って仕方ねえ。